パン菓子パン、メロンパン、メロンパン、メロンパンとは日本発祥の菓子パンの一種。パン生地の上に甘いビスケット生地を乗せて焼いたパンである。ビスケット生地は他のパンに見られないほどに分厚く広範囲を覆っており、このパンの最大の特徴であるとされる。主に防水系のタイプと円形のタイプとそれ以外の形のタイプに分かれる。近畿地方と四国地方の一部、中国地方の一部では、 円形のメロンパンをサンライズと呼称する習慣がある。名前の由来は以下の通りいくつかの説があり、どれが正しいのかは不明である。なお、後に実際にメロンを原材料に加えた商品も登場しているが、これはスタイルに名称が追いついた例であり、命名された理由とは無関係である。1910年にアルメニア人のパン職人、イワンサゴヤンが、 フランスの焼き菓子ガレットを元に発明したという説がある。満州のハルビンのホテルニューハルビンからオークラ、キハチロウが帝国ホテルに引き抜いたイワンサゴヤンはロシア帝国のローマノフ皇帝家の元宮廷料理人であったためフランスパンとウィンフーパン両方の製法に精通していた。そうした様々な技法や食感のパンを組み合わせるロシアの伝統からメロンパンは生まれたとされる。 その他、駒込木村屋の店主、三代川菊次による新しい菓子パンの実用新案登録が、製法や形状が現在のメロンパンに類似しており、これをルーツとする説がある。他に、アメリカ経由で日本に入ってきたメキシコの菓子、コンチャともドイツの菓子、ストロイゼル空編とも言われている。また、香港や台湾には、ハラホーと呼ばれる。 メロンパンに酷似したパンが存在し、期限を同じくすると考えられる。関西地方のメロンパン、広島県呉市のメロンパンコープ神戸によると、1952年に同組合の前身である神戸商費組合のパン職人がオムライス用のキャップを見てひらめいたのが、積む形メロンパンの始まりだという。円形のものとは違って、ビスケット生地は使わず、 中にはマーガリンを加えた白あんが入っている。洋食店などで使われるライスを成形するのに用いる。食型で成形して焼き上げていたため、この当時のメロンパンはアーモンドを縦に割ったような防水型をしていた。上に乗ったビスケット生地の表面には数本の溝がつき、この形がメロンの亜種であり、当時メロンとして売られていたマクアウリに似ていることから、メロンパンという名で呼ばれるようになった。 神戸や京都などで売られているものは、中には白あんが入っている。令和になっても、白あん入り防水系のタイプは製造販売されており、大阪府下のスーパーなどの小売店でも、兵庫県内の工場で大量生産されたものや、ビスケット生地を乗せたものも含め、販売されている例は少なくない。広島県呉市では、第二次世界大戦前から、カスタードクリーム入りのメロンパンも作られている。 また、昭和11年創業の呉市の老舗パン店、メロンパンへの取材からは、かつて業務用調理器具、メロン型を使ってパン生地を成形していたので、メロンパンと命名されたと推察される。サンライズ表面部分の断面1930年代に、日の出の形を真似て、円形で上にビスケット生地を乗せたパン、サンライズが誕生した。神戸に、 本店のある金星堂のクレシ店が軍艦機の放射状の線をつけていたことからサンライズと呼称した。放射状の線より格子状の線がつけやすいので現在の形になった。これが一般化するにつれ、旧来の防水系のメロンパンは次第に姿を消していった。また、大正時代に入り、マスクメロンが日本に輸入されるようになるとメロンという言葉で、 丸いマスクメロンが連想されるようになる。サンライズと蒸気のメロンパンは別物だったが、マスクメロンに形が似ているサンライズも混同されて、メロンパンと呼ばれるようになった。大手の製パン業者もこれに習い、それまでサンライズという名で製造していたものをメロンパンと改めた。2000年以降では、自動車を使っての屋台方式で円形のメロンパンのみを実演販売する。 専門店が増えている。近畿地方の一部店舗では、現在でも円形のサンライズと防水系のメロンパンの両方が製造、販売されている。また、神戸や京都などではサンライズをサンライスと呼ぶ人も少なくない。他方、アンデルセンやリトルマーメイドは本社を広島県に持つためサンライズが販売されている。その他にも円形のものを中心とした。 メロンパンの編集が次々と作られる中で中にはメロンの形とは全く無関係の長方形や楕円形などの形をしたメロンパンも登場している藤山型のメロンパンもあるまた表面にビスケット生地が乗せられてはいるものの平行線が付けられているなどメロンの表面の模様を全くイメージしていないものも多いまた円形のものがキッイメージしやすいのと 語呂合わせの用意さから頭、獅子、尾をつけたカメロンパンがある。ありがとうございます。